先輩との集合場所、ここだよね。30分も前に来ちゃった。早すぎたかな。そういえば、先輩と二人きりってことだよね。え？これって、もしかして、デート？すみません。ちょっとびっくりして。すごい。実はこの前、クラスのみんなと他の地域の夏祭りに行ったんですけど、そのお祭りと同じぐらい活気があるような気がします。はい、花見さんがいろいろ教えてくれて。でも先輩と二人で回るのも楽しいです。そんな悪いですよ。先輩、それなら、リンゴ飴を食べてみたいです。お腹いっぱいです。ごめんなさい。食べ物がどれも美味しそうで。そういえば、昨日ちゃんと休んだからでしょうか。はい。その前にお祭りに行った時も、みんなとはぐれそうになって、人混みはちょっと怖いんです。先輩、嫌なんてあるわけないです。ありがとうございます。